皆様こんにちは。溝上慎一の教育論動画チャンネルナンバー217、本日は新著の紹介のコーナーでございます。矢野正和先生の新著、副題をここで持ってきましたけれども、卒業生調査に見る大学教育の効果と、大学教育ね、4年間いろいろ学び成長すると言いますけど、本当にそれが、後々の人生、仕事、社会にですね、の生活の仕方、いろいろ影響があるのかと、効果があるのかということは、これ大きなやっぱテーマでありまして、そこをですね、早くから取り組まれていた矢野先生のご著書でございます。私たちトランジションとかね、改革とかいろいろやっていく中で、もう矢野先生のお仕事っていうのはもう真っ先にまず出てくる、やっぱ私たちの先輩ということになります。で、矢野先生、こういう方ですね。東京工業大学の名誉教授、今日は東京薬科大学の特任教授をされておられます。はい。もう名だたるところをずっと歴任された先生でございますのでね、私たちの中ではもうとても、もう本当に偉い先生って感じですけどね。はい。で、これが新著ですね。今に生きる学生時代の、学びとはと。で、卒業生調査に見る大学教育の効果。第1部、第2部ね、こういうふうになっております。矢野先生と実はかなりですね、議論盛り上がりまして、私もですね、トランジションということで、卒業生調査とは言いませんけどね、トランジション調査とか、大学とね、社会人の、縦断調査とか、言っていきますけれども、そういったところで、常々、疑問に思ってたこと、この機会に矢野先生に、ちょっと率直にお尋ねいたしました。率直にお返しいただいてですね、私も本当にいい勉強になりましたね。はい。まず、矢野先生のお話ですね、伺っていきましょう。本書の卒業生調査は、同じ大学の同窓生を対象にした、同窓生調査になっております。で、世間では一般にいい大学を卒業すれば、卒業後にいいことがあるという思いが強く、入学前の勉強はとても熱心です。その一方で、入学した後の大学での勉強や成績は、卒業後の暮らしや出世にあまり関係ないと思っている人が多いようです。で、大学での学びは本当に将来の暮らしに役に立たないのだろうかという、素朴な疑問を私は長く持ち続けてきました。しかし、役に立っている、あるいは役に立っていないということについて、説得的な証拠を客観的に示すのはかなり難しいように思われます。で、なんとか証拠を発見したいと考えて私がたどり着いたのが、同窓生調査でした。同窓生を対象にして、学生時代の学びと現在の年収や満足度を調査すれば、学ぶ機会が将来の仕事に与える影響、つまり教育の効果が分かりやすいのではないかと考えたわけです。2017年に薬学部と生命科学部が持つ東京薬科大学の調査を実施しました。この調査は、新卒者から70歳まで、同窓生全員を調査票を配布したという大規模な本格的調査になっています。私の研究の焦点は、学生時代の学びは現在の仕事にどのように生かされているか、あるいは大学教育が現在の仕事に与える影響は何かを明らかにしたいということになります。基本的に在学中の学び方と学習成果、それと仕事、この三者関係を明らかにできるように、調査票を設計しております。で、一つの売りといいますか、ポイントはですね、学校時代だけじゃなくて、現在社会人として身につけている能力についても引き上げている。これを現在の社会人力と呼んでいます。もう一つは現在の学習ですね。現在学習している頻度。それから、仕事で困難な仕事にぶつかったときに、相談できる友人が何人ですかということも、現在の仕事に絡めて調査しているのが、今回の調査の一つのポイントになっています。複雑な調査設計になっていますけれども、学業成績と年収、あるいは学業成績と仕事満足度の直接的な関係だけを見ればですね、相関係数はとても小さくて、教育の効果はないと言っても良さそうなの。で、教育の効果はないと言いたくなるような結果なんですけども、学習成果と年収の間に
隠された教育の効果があるのではないか。で、そのルートですけども、まず一つは、ルート1はですね、大学での学習成果は、入学前よりも入学後の学びによって大きく変わるということです。で、大学時代に頑張っ、第2は、大学時代に頑張って学んだ人ほど、現在の幅広い知識能力が身についており、社会人としての力量が高くなるというルートが存在しているということです。で、第3は大学の学びではなくて、まあ仕事の経験とか、現在の学びというものが重なって社会人力が高められているという構図を描きました。で、まずルート1なんですけど、どのような学生生活を過ごせば学習成果が上がるのか、大体学習性高い人っていうのは専門講義に熱心に取り組んでいる、まあ勤勉派という、卒論研究や主体的な学びによって向上するのが幅広い知識能力。で、幅広い知識能力は、そういう主体的な学習や自学自習する力があって、初めて向上しやすいということで、私はこれ、自立派の学習スタイル言えるんじゃない。で、もう一つ満足度の方はですね、良い友人、良い教師との巡り合いっていうのが大きな要因で、これは、いわば、有効派、学生時代の有効派の学習スタイルではない。三つの学習成果は、それぞれの学習スタイルを特徴づけていると言えるんではないかと。で、それを私は勤勉派、自立派、有効派というふうに分けてみたんですけども、こういう分類はですね、実は、後世の調査でも大体共通しており、キャンパスで、まあ、優れた学習成果を上げていると言えるのは、こういう三つのタイプに象徴的ではないかというふうに思いました。これが先ほどの表の解釈の例ですけども、まあそこで、ここではですね、一番大事なポイントとしては、学習成果、まあ大学の学習成果を高めるには、まあ入学前よりも入学後の学生生活、仕事が重要であるという認識、これは当たり前かもしれないけど、とても重要だと思いました。で、そういう意味で、この学習成果を高めるためには、まあ高校時代の勉強ももちろん大事ですけども、入ってからの勉強が大事だ。ところが、先ほど紹介しましたように、この3つの学習成果はですね、残念ながら練習や仕事満足という仕事の直接的な指標とあまり関係がないと言います。この練習や仕事の満足度に影響を与える変数は何かということを、調べましたが、その結果、非常に重要な変数として、社会人として身につけている現在の幅広い知識能力。これがですね、年収とコンマ3レベルの、相関係数になっている。で、そういう意味で、年収というのは、まあ、社会人としての力量が仕事の質を高めているということで、現場は学校で学んだ学歴主義ではなくて、実力主義だとかいう話と整合的ではないかというふうに思うわけです。で、問題は、この職業成就の学習成果は直接的に年収と相関がなく、現在の社会人力が年収と相関しているというものの解釈の中で重要なのは、職業成就の学習成果が、この職業成就の学習成果が現在の社会人力を支えているという関係性です。その関係を、簡単に図示しますと、こうなりまして、3つの学習成果は年収とは直接に関係ありません。しかし、この3つの学習成果は、それぞれのルートを通して、現在、社会人として必要な幅広い知識能力を支えているという関係があって、この現在の幅広い知識能力が年収を支えている。こういうルートが存在していると。これは私は学び習慣仮説というふうに呼んできたんですけども、これが今回の調査でも、この3つの学習成果を導入しても同じように表現できるというのが一つの第2ルートの発見になっている。で、この今の話を、まあ具体的な例ですけれども、学び習慣仮説を具体的にグラフで表示したのが、この図です。で、この図は、この満足と、学生活の満足度と学業成績を黒くして、それに伴う現在の身についた社会人力の得点がどうなっているかっていう話です。
で、不満のまま卒業したグループから満足して卒業したグループに分けて、それぞれの成績を5段階に分けて、現在身につけている幅広い知識能力を点数化しましたのが、この図の左側の図です。で、満足度が高いほど社会人力は上がっていきます。で、同じ満足度のグループ内でも成績が高いほど社会人力が上がっていく。で、統計分析によれば、この右側の統計分析ですけども、両者は同じ程度の効果があるということがわかります。という形で、具体的に例ですけども、大学での学習成果が現在の社会人力を高めているという構図がかなりはっきり描かれるんじゃないかと思います。仕事の満足度を見てもですね、同じストーリーが描かれることができるということをちょっと、紹介しておきます。で、現在の社会人力は実のところ年収だけでなくて、仕事の満足度とも関係している。そういう意味で、社会人力というのは、仕事の生活の質とですね、かなり一体化しているという。で、繰り返しになりますけども、第二のルートの構図をですね、まとめておけば、学習の、入学後の学習で熱心に、取り組み、あるいは卒論を達成レベルを上げるとか、良い友人、良い教師に恵まれるということが、学業成績、3つの学習成果を上げて、3つの学習成果がそれぞれ社会人力を向上させて、そしてそれが仕事の質を高めているという関係になっているというふうに思います。で、これが第3のルートを考えなきゃいけないのは、社会人力が現在身についている幅広い知識能力ですけども、これを高める要因は大学だけではないということを、触れておく必要があると思います。で、これはこの調査を見て改めてつくづく思ったんですけれども、現在、身についている社会人力というものが、いかに形成されるかというものは、とても、重要なテーマということになる。ですから、現在の社会人力調査というのが、もう少し、活発にあってもいいと思うんですけれども、この社会人力が一体どういうふうにして形成されるかということで、で、一つが、先ほど話した学習成果で、学業成績や、卒業時の知識能力や満足度は、やはり、社会人力を向上させております。しかし、それだけではなくて、OJT、それから現在の学び、現在の学習時間、それから相談できる友人の数というものが、とても重要な因素になっていることがわかります。で、3つの層が大きくなっているということで、これは生命科学部でも同じで、また男性でも女性でも、やはり、3つの機会によって、私たちの学習成果が、または現在の社会人力が培われているということだと思います。で、そういう意味で私は、この社会人力を高める人的資本の形成、これは私は学びの3層モデルで表現しましたけれども、これはとても重要な問題であり、その中に大学教育の効果が組み込まれているんじゃないかということです。で、2つだけ、ちょっと注意点を強調しておきたいんですけども、大学の学習成果というのは、まあ確かに社会人力を高めているんですけども、それだけでなくて、現在の学習時間を増やす、あるいは相談できる友人の数を増やすという効果もあるわけですね。で、学業成績が高ければ、現在もやはり学ぶ、つまり勤勉な人が現在も勤勉であるという図式の中で、第3層に影響している。それから大学時代の友人というものが、今困った時に相談できる友人にもなっておりまして、で、そのことが、社会人力を高めるという意味で、大学の学びは、ただ基礎になっているというだけでなくて、現在の学びにも影響を与えているというのはとても大事かと思います。で、中二として、教育の効果を考える要は、現在身につけている社会人力はいかに形成されるかという問いにあると思います。で、社会人力を測定する研究開発がとても重要で面白いと思いました。で、社会人力が測定できれば、教育の効果があるかないかもわかるし、それから社会人力形成のされ方に、学部や性による教育効果の違いが反映されるのではないかというふうに思います。さて、実は本書の今一つの狙いがありまして、で、本書ではですね、この調査ではということですけれども、
自由記述というものを大切にして、英語2000人が書いてもらった言葉というものを丁寧に読むということにかなり、勢力を注ぎました。で、自由記述というのは2つありまして、1つは本学での学びから得た知識やスキル、経験は卒業後にどのような形で生かされていますかということを聞いております。これは2000人余りの人が書いて、丁寧にたくさん書いてもらいました。この丁寧に2000人書かれた字を全部読みましたけれども、それを読みながらですね、この生かされるという意味の広がりを理解するには、絶好の資料ではないかというふうに思いました。なことで私はこの、自由記述を、KJ 法で、まとめて、その言葉を組み立てるということを行いました。本書の目次構成は、5章立てになってまして、第1章が KJ 法による、自由記述のまとめで、学生時代の学びが今に生かされる5つのルートと反省ということで、まとめました。で、第2章でそこで語られた言葉をアンケートの数字で検証しながら、言葉と数字の相互関係を考えるということをしました。そういう意味で、私は言葉と数字は互いに、お互いに対立するもんでどころか、お互いに強みある相互性を持っているんではないかと常々思っておりますけれども、それを実証的に検証した。で、3章、4章が初めに話した、教育効果の3つのルートで、これは数字の組み立て工学として、統計学を利用して数字を組み立てたというのが3章、4章。で、最後に教育改善の提案については、テキスト分析を行って、で、今更、なんで今更 KJ 法というふうに思う方が多いと思うんですけども、私は50年前に川北先生から KJ を学んで、やってまいりましたけども、同時に統計分析もやってきましたけれども、私はデータサイエンスを実践的に役立てるためにはですね、言葉のと数字、つまり KJ 法と統計を自由自在に組み立てることがスキルとしてとても役立つということを、実は今だから KJ 法ということをちょっと言いたかったこともあって、このような構成にしました。で、まあ KJ 法っていうのは、ご存知の方も、いろいろあろうかと思いますけども、これが私が、自由記述をカード化して、グルーピングして、図解作ってというものをやったプロセスです。で、これでこういう図解を作って、その図解を全部文章に直す。で、自由記述の言葉に全部還元しています。すべて自由記述欄の言葉に基づいて、それぞれのこの細部図解ですね。この細かな中の内容について全部、紹介している。最後に、2000人余りの卒業生の言葉を埋め立てるうちにですね、私自身の学習経験も記しておきたいと考えるようになりました。で、私は、文理融合の領域で育って、若い頃に統計学と KJ 法を学び、その後一貫として社会問題の発見と解決に取り組んできました。その50年を振り返りながら、言葉と数字の組み立てによる、データ組成学というものを私は大事だと。それは面白いだけでなくて、最強の武器になることを記しておきたいと。そういう思いで、実は第2部を構成することにしました。その第2部が、ある社会工学者の50年の大学改革という形で、このような構成で、第2部を構成いたしました。